lcbtq を受け入れなないいというのも多様性なんですよね <laughs> あのまあそのいろんな考えの人を受け入れる方がいいよねっていうのがあってその、えー、とねデンマークかなんかにあのイスラム教徒の人たちがいっぱい来てであの給食に豚肉を出すなっていうのをやったんですよ。要はその多様性としてイスラム教徒の人を受け入れるべきである。でイスラム教徒の人は豚肉を食べたくない。だから豚肉を出すな。 でそこのデンマークの地域があの食肉というかあの牧場がいっぱいある地域で「いやいや俺たちの特産豚肉なんだけど」<laughs> なので要はその特産の豚肉っていうのを今度は否定するってことになるんですよ。なのでその何かの考えを認めるべきだよねっていうのは実は逆の考えを否定することになるんですよね。 その最近あのスーパーマンの息子の漫画っていうのが出たんですよ。で、スーパーマンの息子って、あのなんか今回ゲイになったんですよね。で、なんかね、ゲイの日系の人となんかキスをしてみたいな、そのなんか、絵を僕が見たんですけど、で、そのなんか、発売前から、そのスーパーマンの息子がゲイであるっていうプロモーションしてたんですよ。で、そのなんか、多様性を認めてるからいいよねみたいなので、結構その、あのな多様性大好きあの人たちがそれをなんか褒めてたりしたんですけど、結果としては、あのスーパーマンの新作、めちゃくちゃ売れてないんですよ。 あの本来であればその DC コミックってあの新作出すと必ずあのコミックのトップ50ぐらいに入るんですけどあのトップ50入らなかったんですよスーパーマンの新作でもあるにもかかわらずなのでその要はあの同性愛の人が同性愛が好きなのは別に自由にやっていいと思うんですよただスーパーマンはその同性愛じゃなくてもいいよねと思ってる人もいいんですよでその世の中に同性愛があるのはそうなんだけどただ子供に別に同性愛の漫画を見せたくないよねって思う親も僕はそれ自由だと思うんですよ だから同性愛の漫画を見せたい親がいるのも自由だし同性愛の漫画を子供に見せたくないと思う親も自由なんですよ。なのでその、まあ、親世代は多分子供そのスーパーマンが同性愛だという漫画を買いませんでした。っていうのが結果なので,で LGBTQ を僕は社会はもう受け入れる人は受け入れるし受け入れない人の考えは受け入れない人の考えだとして受け入れるべきだと思うんですよ。これちょっと難しいんですけど。そのあの豚肉食いいいたくない人はいますと であれば、あなたは豚肉を食べなくていいです。でも、俺は豚肉を食べます。が僕、多様性だと思ってるんですよ。なので、給食で豚肉が出たときに、私はイスラム教徒だから豚肉は食べられません。だから、代わりに、じゃあ豚肉のこの料理は食べません。で、その代わりに、タンパク質で、なんか、じゃあ別の豆腐かなんかを食いますよ。でいいと思うんですよ。でも、なんか、私は豚肉を食べません。だから、他の生徒も豚肉を食べられないようにするべきであるは、僕は間違ってると思うんですよ。 なののでそのなんかそ LGBTQ を社会を受け入れる多様性を受け入れるっていう中にそのあのそのそ考えが嫌だよねっていう人の考えも変わるべきであるって考えるのはそれも押し付けなのでだからそれを認めてしまうとじゃあ同性愛をなくすべきであるっていう考えをする人も認めるべきってことになっちゃうのであのここで勝手にやりたいようにやればっていう話だと思うんですよね。ので例えばじゃあ僕がその えーとピーマンアレルギーだったとしてそのじゃあ給食にピーマンが出てきましたでその時に「あ俺ピーマンアレルギーだからピーマン食えないんだよお前食えよ」って言って渡してでじゃあ,じゃあそのなんかピーマン食わないからじゃあなんか家から持ってきてサラダを食いますとかっていうその自分はそれが食えないから自分自身でその代替手段を食いますとでその学校がその給食にそのピーマン必ず食えサラダを持ってくんなって言ったらまずいと思うんですよいやそれは俺ピーマン食いたくねえんだからサラダ食らせるって話でなのでそのピーマン食いたくない人がサラダを持ってくるっていうのを認めるべきでなので豚肉を食いたくないんだったらじゃあ代わりにと 勝手に持ってきて食えばっていう話だと思うんですよ。 でただ豚肉食えないんだから代わりのものも給食で用意しろよはそれも間違いだと思うんですよ。でそうするとじゃあこの人のためには豆腐とかじゃあこの人はなんかピーマン食えないからじゃあ別のなんかあのトマトを持ってきますとかじゃあこの人は魚を食えないからなんか別のタンパク質ですとかってもう給食が複雑になりすぎて給食代の値段が多分3倍とか5倍とかになっちゃうと思うんですよ。でそんな額払えねえよってなるのでその基本の給食はこれですよ。でもそれが嫌だったら自分でお金を払って勝手に解決してください。で勝手に解決してる人に対して文句を言ってはいけませんっていうルールにするわけなんですよ。 でその豚肉嫌だから豆腐食うよっていう人に「いやお前何豆腐とか食ってんの?」ってそれは言っちゃダメですとで豆腐を食いたいんだったら勝手に食えって言っとけっていうのが僕は多様性だと思うのでなんか LGBTQ を押し付け合うというのも間違ってるんじゃないかなと思ってます。もう弁当にしようぜあっね弁当にしちゃうとね貧乏な子供が飯ないんですよ。 その今の日本だとそのあのあ弁当ぐらいはみんなあの食えるよねって思っちゃってるんですけど昭和の時代とかって一日の上にちゃんと飯が食えるのが給食だけだったっていう家庭も結構あって今でも日本ではああのの給食食だけいいに来るる子供っているんですよあの某その学校に行くのがよろしくないよねって言って不登校を貫いてる子どもがなんか裁判の中で実は半分ぐらい学校に行ってるっていうの言ってたんですよ。で学校に行って何してんのっていうと給食食ってるって言ってたらしいんですよ。 要は家の飯より給食を食をべた方が彼ににととっってては幸せななれるっていうことなんですよただ家でもっと美味しいもの食えてたらわざわざ学校なんか行かなくていいじゃないですか。でだって家だったらいつでも食えるしさだから家でもっと美味しくていつでも食えるものでであのそれ食った方が幸せだしゲームとかしてるんだったらその方が有意義な時間過ごせるじゃないですか。でも週の半分残念ながら給食を食べたいっていう子もいるんですよ。 っていうのもいるので、実はその給食っていうのは僕大事だと思うんですよね。その本当にそのあの生活がままならない。子供たち家庭っていうのもあるので、給食のおかげでなんとかその生活とあのまあ飯食えてます。っていう人もいるので。なので、そのすべて弁当にすればいいじゃん。っていうのもそれもまた違うんじゃないかなと僕は思いなさい。